ベン・デイビスとかディッキーズのワークパーツがドッグタンプついてる、プロタゴのバスタックのボーダーですね。どうも FJ です。聞こえますか？聞こえます。はい、まあめちゃめちゃ今雨降ってきたんですけど、はい、まあ今日はここに来ます。ワバンローカルクルー白岡にあるローカルクルーさんに来ております、うん、まあちょっと外からいろいろこの外観とかを紹介したいんですけども雨なんで、はい、早速行ってみたいと思います、はいはい、じゃあ行ってみますか。はい、はい、あ、こんにちは。どうす。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いいじゃん。戸田さんです。戸田です。こんにちは。ということで戸田さんにちょっとお店の紹介をしていただきたいなと思います。はい。はい。もちろんもちろん。ローカルクルーは白岡にある古着屋さん、サンデーマーケットっていうイベントを不定期でやってたりしてて、であとはフリマをこの間初めてやってみんなで楽しんでます。古着としては、まあ、ヴィンテージって言われるものから、まあ、明日着ていけるデイリーユースできる、80s、90s の古着を扱ってる。 FJ でやってる西海岸とか、まあ、僕らが好きないつも推してるものがたくさんあるんで、今日は紹介させていただきたいなと思ったわけです。ありがとうございます。で今日の戸田さんのコーディネートがやばいんで。やばいっすねコーディネートいいっすか？でももちろん大丈夫ですよ。お願いします。はい、K マートのシャツですね、パブストの、とベン・デイビスのゴリラカットと俺らの青春のエアウォーククラシックスタイル。西海岸強めですよね。西海岸、そうですね、強めなのかな。強めだね。ちょっとそんな戸田さんのこのローカルクルーをじゃあちょっと紹介したいなという感じです。ありがとうございます。ちょっとお店いろいろ見て分からないものをちょっと聞いていきます。聞いてください。お願いします。わかりました。お願いします。これやばいぞ、うん、でここがもうベン・デイビスとかディッキーズのワークパンツ、うん、たくさんあります。でまあ現行のものもあれば結構アメリカ製がほとんど。これベン・デイビスのアメリカ製のフリスコパンツ。これブラックネイビーかな。いやでもアセタブラックじゃない？めっちゃいいじゃないですか。とかディッキーズとかがめちゃめちゃ買いやすい価格、まあ多分明日着ていけるような感じっていうところでめちゃめちゃあるっす。ディッキーズのアメリカ製だらけっすよここ。量やばくないですか？量やばいっすよね。アメリカ製のディッキーズめっちゃあるっす。あと内装がやばいっす。内装がね、とんでもないっすね。これ内装って戸田さん全部自分たちでやったんですか？そう、自分たちでやりましたよ。こういうケンタッキーとか、はい、あっちから入れたってことですか？いや、ケンタッキーに関しては埼玉の狭山にあるジャックスマートっていう雑貨屋があって、買わせてもらったって感じかな。こんな部屋にしたいっていう感じるものがめっちゃあるんですよ。で、まあ、T シャツ、まあ、T シャツはたくさんここにあるんですけど、はい、まあ、バドもそうだし。渡さんあれですよね、結構ローカルクルーさんのインスタとか見て連絡くれますもんね。めちゃめちゃ見てます。結構スピードの T シャツとかもね入ってたりとか、映画の T シャツとかもねすぐ売れちゃって。そうなんですよ。そういや俺もねなんかねフォレストガンプとか入ってたんですよ。あれもなんかすぐ売れちゃってて、フォレストガンプ結構安く出してたんですから。フォレストガンプは5万円です。5万円でもすぐ売れちゃいましたよね。そう、市場よりは安かったかなっていう感じで結構すぐ売れてたイメージです。そうですね。スピードも売れちゃった。スピードも売れちゃったね、通販で。あ、そうです。残ってたら欲しいって言われて。あ、やっぱそうっすよね。まあ今インスタとかのライブとか通販で売れちゃうんですけど、結構いい T シャツとか揃ってるっすね。インスタライブも戸田さんが出てやられてるんで。あ、そうそう。はい。あ、やばいやばいやばい、あ、やばいなってる。あとこっちですね。はい、こっちは結構ハーレー系がたくさんあるっす。インディペンデント。NHS のタグのインディペンデントなんですけど、サイズ M ですけど、なんか大きいですね。身幅50以上あるんですね。まあ、このアイアンクロスさんもないんで、はい、あったらゲットしておくのがいいと思います。これは、まあ、キーのシャンブレとかも普通に入ってますね。シャンブレーシャツにマジでさっきのワークパンツとか、それにバンズとか、ああいう上にあるトラッカーキャップとかぶるだけでも、もうなんかあっちのワークスタイルじゃないですけど、はい、作業してそうな感じで僕すごい好きです。ディッキーズにとかベン・デイビスにシャンブレー着てマックのキャップかぶるみたいな感じがいつものスタイル。あれ、上のステューシーこれ取ってもいいですか？あ、大丈夫ですよ。取りましょうか。ありがとうございます。いえいえ。ありがとうございます。どうぞ。おお。M なんだけど、まあ L ぐらいある。ありますね。L だと多分でかすぎちゃう感じかなっていう。黒タグのラスタグのボーダーですね。ここら辺今めちゃめちゃ人気ですよね。ラスタボーダーのやつにこう501履いてバンズでもめちゃめちゃいいんじゃないですか。いい感じの。いや、いいですよ。これだから僕がやってる白タグ黒タグとか紺タグよりも古い 80s のやつ、なかなかこれも出ないですよね最近。で、あとここら辺シャツが結構てかめっちゃ安いですね。めちゃめちゃ安いんですよね。うん、そういいものがだって普通に安い。フロストプルーフの16 L でこの柄ですよ。この柄で6000円です。安い。安いよね。安い。ここら辺のヘビーウェイト、まあ、僕らも5000円とか6000円とかで買ってたようなイメージなんですけど、うん、まあ最近ここら辺のアメリカ製のこの古いというか、ここら辺のネームのもないじゃないですか。結構上がってきてるんですよね。これにワークパンツで着てるだけでかっこいいですよね。だなんかトラッカーキャップとかぶるから、そういう時に多分一番合うんですよ。でもなんか若い子ってどっちかっていうとこういうヘビネルとかじゃないシャツ着るじゃないですか、ブロードとか。うん、そうかも。そうそうそう。俺ヘビネル着てほしいんですよね。そうで、なんかそれに単色のデニムだとちょっとダサめになっちゃうから、ワークマンズ履くみたいな感じのスタイルで着てもらいたいから、ずっとヘビネルって言ってるんですよ。確かに。そうしてますね。そうなんですよ。そう。で、ちょっと待って、こっちもあるんですよ。でここら辺もね。あ、はいはいはい。カタリナのバースティジャケットあります。カプショルダーね。なんかここでコーディネート組めますね。確かに。このスタイルで組めます。そうそうそう。FJ がいつも言ってるスタイルで組めますよっていうところです。これ開けてみてもいいですか？あ、もちろんもちろん。いかつめな。いかつ、いや、これタイガーかも。あれ？パンツ？パンツ。おお。いやー、かっこいいっすよね。いいっすよね。タイガーストライク本当かっこいい。あと66。お。あ、失礼しました。びっくりですね。びっくり。超ね、足のサイズにこだわってて、はい、レングス結構履きやすいレングスですか？そう、34とか32とかは絶対入れないようにはしてるかな。やっぱり着れない、履けないと丈も上げたくないし。そうっすよね。そうフィット崩れますもんね。170センチ前後で、まあちょうどいいぐらいの、はい、のだけをして入れてるっていう感じかな。めちゃめちゃ助かるですね。これウエストシングルだし、俺最初ダブル X かと思った。ほとんど入れる。結構初期の方の。初期ですね。そう、過渡期のやつかな。ここら辺も今すごい高いですけど、比較的今までのプライスっていう感じでここに入ってるんで。あとこっちもバンズがある。やばくないですかこれ？2000年初期ぐらいのやつだと思うんですけど、ロード・オブ・ドッグタウンかドッグタウン&G・ボーイズの映画やった時ぐらいのバンズだと思うんですよ。その通りですよね。その通り。どっちでしたっけ？一番最近やったやつ。あ、じゃあロード・オブ・ドッグタウン。あ、ロード・オブ・ドッグタウンの方の出た時の2002年2003年2004年それぐらいの時のバンズ。ドッグタウンってついてる。しかもチャイナになったばっかりぐらいなんで、ABC とかじゃない時のパンツ、はい、はい、チャイナになったばっかり US10 で、これ欲しくてずっと探してて、アメリカ製じゃなくても、ただこれサイズが US10 なんででかいんですけど、値段が1万2800円。これやばいですよ多分。めちゃめちゃ安いじゃないですか。前回ドッグタウンの動画やったじゃないですか、はい、その後からかなりこう若い子とかがメッセージくれるんですよ、いつも。だからドッグタウンっぽくしたいと、コーディネート、だからもうとりあえず519、あとバックパンツバンズって言ってて、で、まあ、みんなオーセンティックとかエラ買ってるんですけど、このドッグタウンのこのバンズやばいっすよツートーンでドッグタウンって入ってるんですよ、でこれも、まあ、これはドッグタウンじゃなくてアメリカ製のバンズですけど、これ80じゃん、これ80sのバンズなんですけど、このアルバが配した赤と青のツートーン、でこれなら1万円台ですよ。マジか。でここに 80s のスカルパイレーツ、サイドテープやばいよなもうありますと。でこれは僕履けると思うんで、後で履きます。アメリカのディーラーさんとかって、もともとそのつながりがあったんですか？なんかやり取りしてたとか。あとは日本人だからアメリカのディーラーと友達でいて、スリフトとか回ったりとかして集めてて、でそれをこうファーストピックさせてもらってるっていう。それいいっすね。渡辺さんアメリカ行ってもらって、渡辺さんが後でピックして、僕はこっちで仕入れるっていう。なるほど。それしたら多分古着はできますよ。そっか。いや俺があっち行くか。古着やりたいですね。古着やりたい。こういうところでやりたい。そう。こういう。そうそう。まず商品も揃えるけど、まずなんかインテリアっていうか、そう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 、こういうライトとかディスプレイとかそういうの揃えたいですね。そうなんですよ。そういう揃える旅やりましょうか。すぐ揃う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 。いやバドライトのこのやつとかないよね。いっぱいあります。まだ裏にも、事務所にもたくさんあったんですけど、やばいです。とここはヴィンテージ？一応70505のスモール E とか。ああ。売れないのよ。売れないですか？うちじゃあんまり人気ないかな、緑の服とか。ミリタリー系とか。ミリタリーね。緑の服は。緑の服。緑の服は人気ないかな、あんまり。緑の服。そうなの？うん。65のセカンドかな、それアルミチップの。スモールレギュラーです。S ですよ。いいサイズなんだけどね。いいサイズですよ。うん。いやでも M65 のフィッシュテールとか持つことみんな必要じゃないですか。次本当マジこっちがいいですよ。だからこれ流行ると思います。ああ65。はい。なんかうちだとやっぱ T シャツとか結構カジュアルなものが出やすいかな、まあ求めてきてくれる方が多いのかなと思ってたり。 T シャツやばいですね。 T シャツやばいっつって、あ言ってましたね。そう、グレートフルデッドの T シャツ出ましたね。グレートフルデッドのぐるぐるのやつってまだ、いやもう売れちゃって、すぐ問い合わせしなきゃダメです。そうね。グレートフルデッドありますよ、まだ売れちゃったけど新しく入ってきたやつがめっちゃかっこいい。そうリキッドブルーのボディの 90s の93年コピーライト入りのやつね、人類の進化的なやつのがあります。骨 T シャツいいですよ。まあグレートフルデッドもそうですけど、この人類の進化ですよ。これブラックボディで、まあ大体ブラックだけどね、これ XL ですか。 XL いいですか。まだ売ってないんです。もう全然売っちゃってるやつ、特別に。もちろんもちろん。いや買った方がいいですよ。じゃあ買う。これ中が事務所なんですけど、奥、はい、中もここみたいな感じで、もっとすごいことになってるっす。欲しいっていう人いるんだよね。でもやっぱそう、お客さんでそういますよね。そう壺は売ってる、普通に。あ、売ってるんですか。フリマで売ろうと思ってて出すの忘れてたやつ。これもなんかセブンティースとかいろいろあるんですよね。古いやつでそんなしないんだよね、4000円とか。これも多分5000円ぐらい。そうなんですか。やつって可愛いよね、普通に。こういうのいっぱいあると多分こういう家になってくんじゃないか。貯めていくしかないですね。今日が一番安いから。今日が一番安い。世の中的に、そう、世の中的にやっぱ年が進むにつれて高くなっちゃうから、今日が一番安い。出会った時が安いって。一番安いですね。わあ、それいい言葉ですね。今日が。じゃあちょっと待って、俺今日が一番安いから。今日が一番安い。今日すごい魔法の言葉ですね、それ。じゃあ俺これ履いていいですか、一回。履けるか。今日が一番安い。今日が一番安い。今日が一番安い。今日が一番若い。みんな。なるほど。うん。いや、いい言葉だわ。いい言葉だわ、それ。さすがだな。ちっちゃいかな。いや、全然ちっちゃくねえや。これ、中に、僕入ってるやつ、これ、メイド USA って書いてあるんですか。これが90年代。はい。で、このレザーソール。これ、80です。80。で、本当はここのソールとか、レジスターマークがついたりとか、はい、TM とかっていろいろあるんだけど、なんか簡単に見分けるのがそれが一番分かりやすいかなっていう、まあイレギュラーなものもあるんですけど、まあ、メイドイン USA で入ってるものは 90s ぐらいで、このデザストだと 80s っていうぐらいでやつって覚えておくといいっすよ。これでしょ。これです。いいっすか、紹介して申し訳ない。これは残ってますから。そうだ、紹介しといて買うっていうね。これは残ってます。僕はこっちにします。取り合いだからね。とりあえず次はもう早もん勝ちだから。すいません、じゃあいいですか。良かったですね。じゃあ買います。ありがとうございます。今日スカルパイレーツとグレートブレッドのスカル。僕はこの T シャツを買います。じゃあスカルで。スカル。今日一番安いね。今日が一番安いから。合言葉だからね。合言葉ですね。そう。ありがとうございました。今日はありがとうございます。ありがとうございます。古着も見れたし、まあなんかこう新しくこう言葉を勉強したというか、確かに名言いただいたんで、名言いただきましたね。またイベントあると思うんですけど、ぜひぜひ遊びに来てください。一応ね、7月23日予定で真夏のなんちゃらマーケット来てください。ぜひサンデーマーケット。サンデーマーケットね。なんちゃらじゃないです。なんちゃらマーケットじゃない。来てほしいです。僕も行くようにします。いつも来てくれてますから。僕はね、見てますよ。見てます。発見されてるんだ。じゃあそうあ、来てくれてるって。やばいですよ、車止めらんないですよ。もうそれぐらいみんな来ててやばいですよ。結構ね、遊びに来てくれてて嬉しいですね。なのでぜひ皆さん来てください。はい、そんな感じで今日はありがとうございました。ありがとうございます。